よっしゃ、黄泉の国か。行ってみよう。あそこだ！あ、マジかよ、嘘だろ？やつを借りたぜ！やつはあそこだ！よし、オーケー。やつが来たぞ。こっちで助けろ。よせ。頼むぞ。
待てよ、日記にあった金だ。二つの鐘が完璧なハーモニーで鳴り響く。よっしゃ、やったぜ。手がかりは全部ここにある。手に入っちゃうぞ坊主。一体どうやってあの像をここから運び出すつもりだよ。やつはそこだ。またかよ、どこにでもいるんだな。あそこだ。何を言ってるのか分からない。何余裕ぶっこいてんだよローマン。俺の部下がどんどん殺されてるんだ。そんなに多くの仲間がたった一人にやられるとは信じられんな。ねえと一人の仕業なわけねえだろ。いいか、この島は呪われてんだ。もういい、使えん部下と共に島を去れ。この野郎、俺を切るつもりならその前に分け前を払え。分け前というものは仕事をきちんとできたら受け取れるものだ。お前の仕事はドレイクを捕獲し邪魔者を排除することだ。ざけんじゃねえローマン、いい加減にしやがれ。お客様がお帰りだ。覚えたらクソ、いつか痛い目に遭うからな。あばよ。なぜ君はあんな迷信めいたバカを雇ったんだ。あなたが安い護衛をと。安く雇ったのなら致し方ないか。ナバロ君、君はどうなんだ。高い報酬の価値はあるのか。黄金はここです。間違いありません。サリバンが信用できる男なら。信じたのか。嘘をつけば容赦はしないと。宝が見つかれば用はないことは誰にでもわかる。本当のことを話すと思ったのか。まったく君というやつはビジネスとは常に先を読み動くものなのだよ。もう少し時間をください。本当に君が言うほどこの宝には骨を折る価値があるんだろうね。間違いありません。エルドラドは想像を絶する価値があります。だといいがね。
Thank you.